皆さんこんにちは、 GGG チャンネルの味噌汁とくまもどくまということで、本日もファイナルファンタジーブレイブエクスビアスの実況をしていきたいと思います。イエーイ。本日は何をするかと言いますと、先日に続きましてこちらパラメーターミッション、こちらをクリアしていきたいと思います。本日調整するミッションは、この中の防御力1650以上のユニットを編成しクエストクリア、こちらでございます。残すところあと3つですね。ドキドキしてきました。何がドキドキしてるのか分かんないけどはい、それではですね、やっていきたいと思います。今日突破する予定のユニットはこちら、ビルヘルムさんです。ほんと1年前のね、私に教えてあげたいですね。ビルヘルムさんめっちゃ強くなったよって。ではこんな感じの装備でございます。まずはカオスブレードですね。こちらあのね、かなり有用なダガーサイクルというアビリティを覚えておりまして、短剣を装備すると防御力が、50% アップするというものなんですが、今回はこれを使わず、もともとこれはガブラスさん用の装備で作ってあったんですけど、かなりね防御力、27% まで上がるように、一生懸命ね武器強化イベントをやったので、これを使用していきたいと思います。そして、盾は帝国の盾ですね。ビルヘルムさんのスーパートラストマスターではなくトラストマスターの方ですね。そしてガブラスの兜、これをですね、あの本来ならばグランドヘルムまたはグランドヘルム下位の方がより多く防御力上がるんですけど、まあそれはね口頭で説明して、私ガブラス好きでスーパートラストマスター行ったんやでっていうただの自慢ですこういう時しか自慢できるとこないからね、自分のチャンネルぐらい自慢していきたいです。はい、そしてグランドアーマーですね。こちらはディリータさんのトラストマスターだけか、ちょっとごめんなさいね、騎士ディリータか、はい、騎士ディリータさんでした失礼いたしました。ジャッジマスターのマントでございます。これはイベント装備ですね。そして、窓バリア発生装置、これもイベント装備です。これがですね、なんと、検索、防御力検索しても上の方に上がってこないんですよ、パーセントなんで。なんですが、アクセサリーで防御力 15% 上がるので、とってもおすすめです。そして、アビリティはこんな感じで、常に大防御を3積みと、最低する悪魔。この常に大防御は、ドラクエコラボの、ゴーレムさんかな?ゴーレムさんのトラストマスターです。そして、最低する悪魔。こちらはですね、12部群のブラキウムさんを討伐するともらえるアビリティでございます。いや、結構、まあ、常に大防御はちょっとね、なんかちょっと難易度高いんですけれども、そうですね、難易度高いですね、どれもこれも。失礼いたしました。でもなんか他のスーパートラストマスターファミリーのものに比べたら、まだちょっと難易度低めなんじゃないかなっていう、装備なんじゃないかなっていう感じです。他に比べたらね。では早速、このユニットを編成してクエストクリアしていきたいと思います。はいはい、では回りましょう。いやー、ほんとビルヘルムさんが星7に来てこう覚醒する盾として、こう覚醒する前はこうユーザーさんの間で、私ももちろんなんですけど、こう降臨がね来たら、いかにしてビルヘルムさんを使用するかみたいな、使いどころをね、いかにして見つけるかっていう、こう、楽しみ方をね、していらっしゃる方が結構いたと思うんですよ。私もその一人なんですけど。なんかそれでね、一生懸命一生懸命考えた結果、うまくクリアできなくて、全然クリアできない、ピエーってなって光の戦士連れてったら一発でクリアみたいなことがね、よくあったんですよ。今は昔の話ですけどね。今は昔竹のりの大きなというものありけるみたいなぐらいの昔の話なんですけれども、最近はねビルヘルムさん使ったら、そんな余裕よ、ビルヘルム使ったらチートチートみたいなぐらいの強さを発揮してて嬉しいですね。星7になって既存キャラが蘇ってくるのということで、クエストクリア。さあ早速ミッションクエスト完封、達成報酬もらいに行きましょう。おっこしょ。さあもらえたものは9棒のペンダント。漢字の読み方が合っているかどうかはわからない。さあペンダント見ていきましょう。こう性能とかね見るの楽しみなんですよね、いつも。ではではでは見ていきましょう。防御力かな、うん、あった。防御力、おお、 50%。 ではちょっと早速なんで、私ガブラスさんお気に入りのユニットなんで、ちょっとガブラスさんに防御力装備していかほどに強くなるか試してみたいと思います。公式チャンネルとかで私のね、降臨というか挑戦をこう見てくださっている方はご存知かとは思うんですけれども、結
構ねバブラスよく使うんですよ、引き付け役に。やっぱ火力も出せるし防御積んだらすごく好きなんです。本来の数字見てもいいですか？今の私の最高はこれだみたいな。もちろんあれですね、グランドヘルムとかはつけずグランドヘルムとかつけず、ガブラスの兜をつけたいっていう気持ち。もうこれはただのなんだろう、魔人フィーナには魔人フィーナの装備をつけたいと同じ原理だと思うんですけれども、もともと私はですね、カオスブレードで、22%、 そして、仕込み刀で、18% 上がってまして、こんな感じの装備で1534だったんですけれども、これがどれぐらい上がるのかちょっと見てみましょう。はえー、頭打ちしたやで、これちょっとこっちだね、ジャッジメントマスターやな。防御力頭打ちマジか、はえー、めっちゃ上がった。何パーセント上がってんだろう防御、ちょっと数えていいですか？20、30、50、100、130、170、210、250、300、データが最後350で390。あれこれちょっともうもはやなんか余分すぎますねこの仕込み刀とカオスブレードでちょっと押し上げてる感じですね。残りのその390なんですけど、カオスブレードのついてるやつでちょっと頭打っちゃってる感じですね。ということで本日の動画、まあどなたかの参考になるかわからないんですけども、もしあのパラメーターミッションまだだよって方は、まあ何かね、あのこうゲームをプレイする中での一つのね目標として一緒に頑張っていけたらなと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。面白かったよっていう方、よかったらチャンネル登録そして高評価よろしくお願いします。コメントもですね全部拝見させていただいております。いつもありがとうございます。よかったら今日もコメントしてね。ではではでは、また見てね。じゃあねー。そしてジャッジマスターのマント、はい、この最低する悪魔ですわ、悪魔ですわ悪魔ですわ